そのやっぱ大きいのがあるというだけで投げる方としてはもうとにかく嫌です。まあそれはそうでしょうね、この打球どうか、左中間に上がった、伸びはどうか、どうか、うーん、取りました、岡田ナイスキャッチ。もう一伸びありませんでしたか、中村。しかし、いや、2球続けて大きな当たり、まあ、ちょっとバットの先でしたね、今のは。これでその飛距離ということでいうとやっぱちょっと桁が違うので、はい、まあ、本当に気をつけないといけないですね。